皆さんこんにちは、ギターの山田岳です。この度9月16日に GG サロンコンサート初出演させていただくことになりました。今回のプログラムは、古くはカプスペルガーのリュート作品に始まり、バッハの組曲とソルの敵の変奏曲、それからポンセのソナタの3番ですね、こうギターの名曲を、時代ごとに弾いていきます。それからそれに加えて、今回はイタリアの作曲家マウリツィオ・ピザッティの2006年の作品でポエマ・デ・ラ・ルーチェの日本初演、それから、今年作曲されたばかりなんですけども、田口和幸さんという作曲家、若い作曲家のギターソロのための楓という曲を、世界初演このGGサロンでいたします。ギターの魅力、古くからのギターの魅力に加え、新しい作品、新しい音楽の新鮮なこう感動をお届けできればと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はその中から、バッハのリュート組曲第4番 BWV1006A からプレリュート、それから、ポンセのソナタ3番から第2楽章シャンソンを聴いていただきたいと思います。Thank you.